はい、こんにちは、アムです。今日は新しくヘルメットとグローブを買ったのでご紹介したいと思います。めっちゃ晴れてて、めっちゃ気持ちいい前回動画でもコメントでもあったんですけど、あね、ヘルメットは大事だよとか、あのグローブあるといいよとかコメントをねもらったりもしたので、まず必要かなというところで、ヘルメットはね、カスクっていう、ロゴがね、カスクっていうメーカーのヘルメットにしました。色がね、めっちゃあって悩んだんですけど、何にでもまあ合わせられるかなって思って、まあ、黒にしました。バイクに合わせて青とかもいいかなって思ったんですけど、ちょっと違う色味の青だったので、黒がいいかなと思って、これにしました。お店の人曰く、ちょっと、いわゆるキノコになりにくいっていうのはね、聞いたんですけど、どれでもキノコにはちょっとなるのはしょうがないけど、ちょっとなんか幅がね、確かにキノコになりにくい感じはしてます。いろいろ被り比べてみてね。あと、フィット感がすごい良かったんですよね。中のクッションが柔らかいのかな。なんか被った時にめっちゃフィットするなという感じがしたので、これに決めました。いろいろ試着してみて、こんで見たりとかしながら決定しました。ではね、実際被ってみないとわかんないと思ったので、グローブもなんですけど、ワイズロードさんで購入しました。あとですね、グローブも真っ黒に結局なりました。ウェアでもしかしたらカラフルなのとかね、着るかもしれない、わかんないけど、バイクが結構ね、3色、4色なので、黒でもかっこいいかなと思ったんですが、確かに暗い時に走るのとかにちょっと危なかったりもするので、この辺気をつけたいなと思っています。こっちはこんな感じで、逆側はこんな感じのグローブです。冬になると寒いので、と長いのもいるかもしれないんですが、今のところスマホの操作とかもしやすいし、とりあえずなしの方がいいなと思う。ないの、指の先、空きにしました。で、実は、じゃーん。このね、お尻が痛くなりにくいパンツも買いました。こんな感じですということで、今回はヘルメットとちょっと外したけどグローブの紹介をしましたちょっと走ってみたりもしたよ。またコメントなどなどもらえたら嬉しいです。では、アムでした。またね、チャンネル登録してね。バイバーイ。